新幹線車両。新幹線車両では新幹線の車両について記述する。通常の営業で旅客列車として使用される電車が新幹線車両の大半を占めている。高速走行のために様々な技術が導入されている。営業以外としては保守や緊急用の事業用車としての新幹線車両も存在する。在来線の車両よりも 車体のサイズが大きいのが、古企革新幹線車両の特徴の一つである。鉄道車両の横断面サイズは、それぞれの路線で規定されている車両限界によって制限されるが、古企革新幹線と在来線では、車両限界が異なる。高さをレール上わから測ったとして、それぞれの車両限界は、おおよその数値で、在来線が幅2.95メートル高さ4。 メートルに対して、フル規格新幹線が幅3.4メートル、高さ4.5メートルである。車両長は、在来線が20メートルに対して、フル規格新幹線が25メートルである。ただし、ミニ新幹線の新幹線車両である400系、E3 系、E6 系は、在来線も走行するため、車体サイズは、在来線車両と同じとなっている。軽量化のため、 大枠だけでなく、車体全体で強度を保つ構造である。0系、1 0 0百4 0 0 e 1系では、車体の素材に普通行が使われている。東北、上越新幹線用の2 0 0で初めてアルミニウムが採用された。これは、大切装備による重量増加を抑えるためである。国鉄民営化後に開発された新幹線車両は、アルミニウム車体が一般化。 さらにアルミ材の加工手法の発達により、製作費のコストダウンと、さらなる軽量化の両立が図られた。この結果、近年の車両は国鉄時代に開発された初期新幹線車両より著しく軽量化されている。高速運転時にトンネルに侵入するなどの気圧変動による居住性の低下を防ぐため、車両には機密構造が採用されている。 現在の新幹線車両の価格は1両あたりおおむね2から3億円と言われている。なお、新幹線車両の製造を行っている。板メーカーは、日本車両製造、川崎重工業、日立製作所、近畿車両、東急車両作り、総合車両製作所横浜事業所、三菱重工業の7社である。ごく少数であるが、JR 東海浜松工場でも100系が、 製造されたことがある。一般に、高速車両の先頭部の形状の決定には、空気力学に基づく要素が重要となる。先頭形状が影響する、空力的な現象には、走行中の空気抵抗、列車すれ違い時の圧力変動、列車通過時の列車風、空力音による、騒音、トンネル未気圧波などがある。新幹線車両も、走行抵抗低減のために、 空気抵抗が少ない流線形の戦闘形状が採用されている。すなわち、車両の先端を尖らせ、徐々に滑らかな曲線で広がりながら通常客室部分の形状に移っていくような形状である。このような戦闘形状を鼻やノーズと呼んだりもする。このように空気抵抗低減を目指した結果、初期の新幹線車両の0系や200系の戦闘形状は、 旅客機の機種に似た形状となった。一方、新幹線の高速化を進める中で、蒸気の問題のうち、トンネル微気圧波が特に問題となってくる。100NK の設計上の最高速度は、時速 270km であったが、微気圧波の問題のためこの速度での営業走行は断念された。また、2 0 0系で、時速 275km 走行を開始する。 時にも微気圧波が問題となった。微気圧波の抑制のためには、先頭部の鼻の部分を長くして、先端部から通常客室部分までの断面積が少しずつ大きくなっていくような形状が有効である。トンネルの多い山陽新幹線で時速 300km 運転を達成した 500K では、このような設計が徹底され、先頭車両の車両長のうちの3、5、 先端部が閉めるようになっている。このような長い先頭部採用と視界及びスペース確保を両立させるため、運転台は飛行機の操縦席のようなキャノピー型となっている。500系の車両の3、5に及ぶ先頭部の長さは速度向上の成功の要因とはなったが、運転席背後の客室扉の廃止や列機の廃止、客室面積の減少などの問題も引き起こした。 このため、微気圧波の対策を取りつつ先頭部長さもできるだけ小さくする研究が、スーパーコンピュータによる解析や、風洞実験を通じて進められ、先端部における断面積の変化率を小さくする以外も、断面積の変化率を一定にすることが有効である、ことが判明した。この知見は、e、E1 系の開発で最初に取り入れられた。また、鉄道車両の特徴として、 往復運転を行うので、戦闘部が最高尾に位置する場合の空力特性も考慮する必要がある。蒸気の2点を考慮して改善を重ねた結果、700系ではエアロストリームと呼ばれる戦闘形状が開発、採用された。これにより、300系と同じ客室面積と座席配置の確保と運転席背後の客室扉の維持が達成されている。 700系をベースにした800系も、一見の戦闘部形状は700系と異なるが、断面積変化率は700系と同じに保たれている。最高営業速度時速 285km の700系から時速 300km の N700 系を開発するにあたっては、エアロストリーム型でも不十分だったため、さらに戦闘部形状の研究が進められた。 遺伝的アルゴリズムも取り入れて最適な戦闘部形状を割り出しエアロストリーム型よりもさらに三次元的に複雑な形状となったエアロダブルウィングと呼ばれる戦闘部形状が開発されたこのエアロダブルウィング型の採用により300系700系と同じ客室面積扉配置の維持ができている 先頭車両最前方に位置し、運転手が車両の運転を行う区画である運転台については、新幹線車両では以下のような特徴がある。初期の新幹線車両である0系、1 0 0系、2 0 0系では、運転手と助手の2名が運転台に乗務できるように設計されており、進行方向に向かって、左側に運転席、右側に助手席が配置されている。ただし、 運転操作自体は1名の運転士だけでも行うことができる。N700K などの近年の新幹線では、運転台では運転士の1名乗務が前提となっており、助手席は廃止されている。N700K の運転席は、ほぼ車体中央に位置する設計となっている。一般的な電車と同様に、運転席前にマスターコントローラーハンドル、マスコンハンドルと、 ブレーキハンドルが配置される。在来線の電車ではブレーキをかける機会が多いため、利き手である割合の多い側である右側がブレーキハンドルとなっており、マスコンハンドルは左手側となっている。新幹線車両では、この逆で、運転手右手側にマスコンハンドル、左手側にブレーキハンドルがある。新幹線の場合、駅停車以外ではブレーキをかける機会が少ないこと、駅発車以降は、 マスコン操作による速度の調整が運転操作のほとんどを占めることからこのような配置が採用されている。また、在来線ではマスコンハンドルとブレーキハンドルが一体になったワンハンドルマスコンが採用される例もあるが新幹線では0系から継続してマスコンとブレーキは二つに分かれた構成が採用されている。また、マスコンハンドルのさらに右側に 逆転ハンドルや全更新ハンドルと呼ばれる小さなハンドルがあこれは列車の進行方向を変更するときに切り替えるためのもので運転中には操作されない。運転速度を表示する速度計は自動列車制御装置 ATC が指示した許容速度を上に合わせて表示しており1 0 0系以降の車両では横長のバーグラフ表示とデジタル表示の2つで速度が示されている。 1 0 0以前の0系と2 0 0では針が横に移動して速度を差し示す機械式となっており円形の時計のような速度表示ではなく横方向で速度表示する考え方は1 0 0以降の車両と共通である新幹線では運行速度の範囲が広いため速度を認識しやすくするためにこのような設計となっている近年の新幹線では速度計は 液晶ディスプレイによる表示となっており、他のケーキも多くがデジタル表示されるようになり、運転台のグラスコックピット化が進んでいる。運転手が前方を確認する車両全面ガラスは、運転士保護のために、鳥や飛び石の衝突に耐えられるように強化されている。このような強化のために、初期の新幹線車両の0系、1 0 0系、2 0 0系では、 防弾ガラスを2枚を貼り合わせた全面ガラスが採用された。運転士保護のためと前方視界の確保のために新幹線車両では高めの位置に運転席が設置される。0計1 0 0系、2 0 0系では運転士の目の高さが約3.5メートルで新幹線車両の中で最も高い位置にある。3 0 0系以降は運転台はやや低い位置となるが、 視界の確保は配慮されている。また、同じく視界確保のために光の反射を避けるように、前面ガラスの傾き角度はある程度以上の角度をつけるように配慮されている。これらのような運転台における前方視認性確保の制約も新幹線の先頭形状決定に影響を与えている。北陸新幹線では前面ガラスに電熱線が埋め込まれ、 ガラスについた雪を溶かすことができる工夫も施されている。100K、200K の一部の車両が E1K、E4K、e、では全部の車両が2階建てとなっている。車両強度確保の観点から E4K を除いて普通構成であるが、車体軽量化のため E4K はアルミニウム合金製でや、床下部分に機器を搭載するスペースを十分に取ることができないため、 床上部分に機器室を設置する。新幹線では複数の車両に動力を備えた動力分散方式が採用される。動力分散方式を採用することにより、電車方式と同様の加減速能力の向上、軽量化、軌道への負荷軽減といった利点が急されている。また、高速運転を行うため、列車編成内における電動車、動力車の比率、 MT 比が極力大きくされている。なお、機関車などによって無動力の客車を牽引する動力集中方式との対比における動力分散方式の利点、欠点は以下の通りである。基本的に複数の車両間で主制御機、電動発電機、補助電源装置、空気圧縮機などの主要機器を集約分散搭載するユニット方式が採用される。 雪による悪影響を避けるため、2 0 0系ではボディマウント構造が採用された。この構造を応用し、床下部分の騒音低減や整備性の向上を図るために、1 0 0系、3 0 0系、4 0 0系では床下機器を簡易塞ぎ板で滑らかにする方法が採用された。5 0 0系、e 1系からは車体と一体形状となるような塞ぎ板に変更された。 0K では直流電動機を使用する低圧タップ制御方式を採用した。100K、200K、400K ではタ立体操制御方式に進化したが直流電動機を使用する。300K 以降はカゴ形参照誘導電動機を使用する。直流電動機に比べて軽量化と出力アップを果たす。可変電圧可変周波数制御。 VVVF 制御を採用しているが、制御機器に使用される半導体素子は1990年代中頃までは GTO が主流であった。それ以降はより性能を向上させたイベットが主流となっている。0K では直通管、SAP 管の空気圧でブレーキ指令を送る電磁直通ブレーキが使用されていたが、 1 0 0系以降は指令線に流れる電圧や電流により、ブレーキ指令を送る電気指令式ブレーキを使用している。ブレーキ時には電気ブレーキと基礎ブレーキを併用するが、新幹線のような速度範囲の広い車両には、高速域と低速域に、車輪の粘着係数、摩擦係数に大きな差があり、高速域は粘着係数小さく、低速域は、 粘着係数が大きい高速域で低速域と同じブレーキ力でブレーキをかけると車輪のスキットの危険がある。そのため高速時には大きな減速度は得られなくなる。そこで ATC の減時速度に応じて高速域では弱いブレーキ、低速域では強いブレーキが作動するように電気ブレーキと基礎ブレーキを自動的に調整する仕組みになっており、いずれかの車輪に スキットが発生した場合、それを検知してその車両のブレーキ力を短時間弱めて、スキットがなくなった時点で再度ブレーキを作動し直す、滑走固着検知装置、自動車の ABS に相当を搭載している。また、高速域からの減速には主に電気ブレーキが使用されており、これにより基礎ブレーキの摩耗を抑えることができる。試験車両である、 E954 型、E955 型には、猫耳型の空力ブレーキが装備されたが、営業車両に採用されたまだ例はない。新幹線車両には、在来線車両でバックアップでとして搭載されている自動ブレーキ装置を搭載していない。これはできるだけ編成内の引き通し空気管を少なくして、空気ブレーキ制御装置を簡素化すためであり、 その代わりに編成内に引き通し線を通して、常時電圧を加える緊急ブレーキ回路を設けており、列車分離、ブレーキハンドルの抜け取り位置、緊急ブレーキ回路の故障、元空気ダめ管の圧力590キロパスカル以下時、入れ替え時の河川停電、ブレーキ力不足、緊急ブレーキスイッチ、アブスを扱うと作動する仕組みとなっており、緊急ブレーキ回路が断線。 または故障すると無電圧となり、軽電気、リレーの電磁弁が生じして、各社のブレーキ制御装置の緊急電磁弁と非常電磁弁も一斉に生じし、供給弁が開いて、各社のブレーキ装置に空気圧が供給されて緊急ブレーキ作動する。モーターを発電機として使用することによって、制動をかける電気ブレーキは、発生した電気を抵抗器で熱に変換する。 発電ブレーキと下線に戻す回生ブレーキがある。4 0 0系までは発電ブレーキが搭載されていたが、VVVF インバータが実用化された3 0 0系以降の車両には回生ブレーキが搭載される。車輪の表裏もしくは車軸に取り付けられたディスクブレーキに油圧シリンダーとテコによってブレーキリライニングを押し付けることによって高速域から、 安定して作動する車輪、ディスクブレーを採用している。付随車は、モーター、電動機を搭載していないため、電気ブレーキを使用することができない。そのために一部系列、100系、300系、700系にはウーズ電流式、ディスクブレーキが搭載されているが、ブレーキ自体の重量がかさむため、JR 東日本が新造した新幹線車両や、 n 7 0 0系では使用されていない。電動車が付随車のブレーキの一部を負担する遅れ、米制御が採用される場合もある。新幹線用台車の軸挙は、狂気の在来線では、標準的に軸挙 2100mm なのに対し、新幹線の標準的な軸挙は 2500mm となっている。 レールを直接走る車輪の車輪系については、在来線の 860mm から、初代新幹線車両の 0K で 910mm へ大型化された。車輪の踏みずら勾配も、在来線の1、20勾配から 0K では1、40勾配へ変更された。これらの変更は、高速走行による打行動の発生を抑制するために行われた。車輪形については、 その後の 300K にて 860mm まで縮小された。これは軽量化を目的としてもので、主電動機の小型化が可能になったことによる。ただし、より大きな主電動機出力を要求される2階建て車両の E1K、E4K では、車輪系は 910mm のままとなってい、さらなる高速走行に対応するため、試験用車両で、 軸距が 3000mm の台車や車輪計をミ0 0ートルとしたものがテストされたことがあるが、重量増などの問題から実用化はされていない。軸箱指示方式は、主にそれぞれの形式の新幹線を保有する、鉄道事業者によって異なっている。国鉄によって保有された0系、1 0 0系、2 0 0系では、伊豆式が使用された。JR 東海によって保有される3 0 0系。 7 0 0系、n 7 0 0系では、コイルバネ併用円筒積層ゴム式が使用された。JR 東日本によって保有される4 0 0系、e 1系、e 2系、新幹線 e 3系電車 e 3系、e 4系では、平行板バネ式が使用された。JR 西日本によって保有される5 0 0系、7 0 0系では、軸量式が使用された。 JR 九州によって保有される8 0 0系では軸量式が使用された。車体支持方式は0系、1 0 0系、2 0 0系ではダイレクトマウント方式が使用され、それ以降の車両形式ではボルスタレス方式が使用されている。車体を支持する枕バネはすべての車両形式で空気バネが使用されている。台車の軽量化や速度の高速化などの要求から、 ボルスタレス台車の研究が1980年代から始められた。0系や100系に搭載しての実装テストが何度も行われ、300系において実用化された。新幹線にて運用される営業車両はすべて電車であり、その終電方式はすべて架空電車線方式となっており、車体側の終電装置はパンダグラフとなっている。新幹線では、 河川構造は一部を除いて、コンパウンドカテナリが採用され、沿線に設置された変電所で変換された単相交流2 5000ボルトを終電している。在来線と比較した際の新幹線車両の終電装置の特徴としては、高速走行によるパンダグラフへの揚力発生と、空力音による騒音の発生への対策が必要となる点がある。 初代新幹線車両の0系では、枠組みと呼ばれる小型化して、空気抵抗を小さくするため、下枠交差系パンタグラフが初めて採用された。在来線と比べての大幅な運転速度の向上に伴う風切りとスパークなどの発生は、非常に大きな騒音原因となっていた。そのため、1990年頃から0系、100系、200系には、 後付けの形でパンタグラフバーが装着され、100系、200系においては特攻厚引き通線による実使用パンタグラフ数の削減6期2.3機が行われる。運転速度を向上させた300系にはパンタグラフカバーが新生児から装着されている。しかし、パンタグラフからの騒音を防止するために取り付けたカバーから騒音が発生したり、車体が揺れて、 乗り心地が悪化することが判明する。そのため、下枠交差型パンタグラフに代わる新型パンタグラフが求められる。1996年に登場した 500K では、翼型パンタグラフが開発された。正面から見ると T 型に見える。船体の断面を翼型にし、それを支える構造体を楕円型とすることで、パンタグラフ自体からの騒音を低減る。 それによってカバーを小型化することが可能となった。しかし、高価であったため他の系列に普及しなかった。1999年に登場した700系にはシングルアームパンタグラフと外種カバーが採用された。このシングルアームパンタグラフと外種カバーは300系にも後付けの形で搭載される。2005年に登場した N700 系には 時速 300km 走行に対応した改良型シングルアームパンタグラフが採用される。2001年に登場した E2 系1000番台では外種を楕円型にすることで外種カバーも完全に廃する構造を採用した。これは800系にも採用されている。さらに時速ロメートル運転を行う e 五系では編成量数が東海道新幹線。 山陽新幹線よりも少ない重量であること、スリータの多分割化による利線を防ぐ改善がなされたことから、パンダグラフ一機のみによる終電が実現された。これによりさらなる騒音低減が図られている。また、JR 東日本の新幹線車両としては e 2系仙台以降での廃止されていた側面車音盤も e 5系では改めて採用された。 e 6系でも側面車音盤が小型化されるなど変更はあるが一期終電などは同じで e 5系の基本的設計が踏襲されている。1964年に東海道新幹線が開業してしばらくの間は0系のみによる運行の期間が長く38時のマイナーチェンジを重ねながら延べ3216両が製造された。その後東北新幹線 上越新幹線が開通すると同時に200系の運行が開始され、国鉄民営化後は新規路線用の車両や既存路線のサービス向上などを目的とした車両が多数製造され、様々な形式の車両で運行されるようになった。編成も東海道新幹線開業時は12両、編成1970年以降は16両編成が原則となっているが、 その他の区間では様々な編成が見られる。プラットフォームの長さなどの関係で、山陽、東北、森岡駅南では16両、それ以外では12両から16両が最長となっている。新幹線の歴代営業車両とその変遷を以下に示す。以上の新幹線営業車両の所言をまとめ下表に示す。形式によって複数の仕様を持つものは、 断りのない限り代表的な値を示した。以上の新幹線営業車両の所言をまとめ下表に示す。形式によって複数の仕様を持つものは断りのない限り代表的な値を示した。など。なお、貨社に分類される車両は山陽新幹線のみに残存する。東海道新幹線ではモーターカーと同じ扱いとしたため1993年に 全廃されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。